ってるっていう話をしました。これがね、ちょっとの方は今こういう何個か用意しかなかった場合、じゃあ翌日ですということなんですけれども、これ以前にもね、ちょっとこううまくいかないパターンっていうのをね、ちょっと話をしましたけれども、下のところにミジンコが落ちるっていう話をしました。これがね、ちょっとそういう状況になってきている状態なんですよね。少しね、見にくいんですけれども、わかりますかね。このね、ちょうどこの目の前、ちょうどここ、ちょっと溜まってるのがわかりますかね。だからこういう状態になることがあります。だからね、こういう状態になってくると、おそらく全部落ちると思います。今まだね、こうやって見ると、泳いでるのがいるのが見えますよね。これ。全体的にね、落ちるイコール数は減ってるっていう状況になりますので、こういう状態になったら基本的にはまだ生きてるのが残ってる間にリセットしちゃった方がいいと思います。だからこういうふうにね、ならないっていう状況が非常に大事なんですよね。だけどね、これはね、なぜなるのかというのはね、いまいちちょっとよくわかってないところがありますので、だからこれまでこういう状況になっていなかったんだけど、今回こういうふうになっております。だからね、こうなったら、リセットしちゃってください。まあその条件でね、いろいろ変わってくるので、まあ、こういうのをね、管理、観察していただくっていうのも大事になります。で、こっち側の方は今、こういう感じで泳いでおりますので、まあ増えてるのかなというような気はしますけれども、ちょっとね、リセットしていないのでわかりません。こんな感じですね。だからね、今回はですね、まあこれうまくいってないよというような感じ。だから絶対にうまくいくというわけではないというところ。だからね、何個か用意しといてもらって、うまくいかなかったらこれでリセットをする。その時に、まあこっちのね、いる分を、まあ、ちょっと足して、まあ増えやすいような状況を作っていただくというふうにしていただくといいかなと。まあ、今回はですね、まあ、うまくいかなかった場合というようなことをね、お伝えしましたので、ちょっと参考にしていただければと思います。